なかなか面白そうなところだな。お？綺麗だね。すまない。こんなシチュエーション漫画で見たことあります。よく恋愛に発展するよな。美しい手と顔をした女だ。なんか意識されてる。あれ、シャロじゃん。リサ先輩。知り合いですか？私の学校の後輩だよ。二人は学年が違うのにいつ知り合ったんです？それは私が暴漢に襲われそうになったところを助けてくれたの。伏せろ。この私が断罪してくれる。ってわけだよ。ゴロツキかわいそうだ。シャラちゃんだ。なんだ。なんだと。怖くて本人に聞けない。慌てないでください。カプチーノです。いいえ、どうやってシャラちゃんを止めたらいいの？どうするか。潜入ですね。潜入？お前らゴーストになる覚悟はあるのか？ちょっとあるかな。よし、私についてこい。いいか、慎重に覗くんだぞ。いらっしゃいませ。おお、このケーキソングうめえぜ。ここはハーブティーがメインの喫茶店よ。ミルクティー。ハーブティーの種類ってよくわからないな。温かいミルクを。なんでそうなるんだろう。これは何が起こってるんだ。どんなスタンド能力かわからなかったが、やはり気になる。ココアさん、うるさいです。面白いわね。あの、今日の仕事はこれくらいにしておくか。私がやったんです。先生、シャロが作ったのか。よかったら、ここ座っておしゃべりしない？おいしい。よかった。まずい。そんなことないわよ。うん、ギムネムシロブスターを飲んだからよ。何？ギムネムとは、砂糖を壊すものの意。それを飲むと一時的に甘みを感じなくなるのよ。やはりスタンド能力。違うぞ。たくさん飲んじゃった。リラックスできました？確かにリラックスしたけど、少し肩が軽くなったよね。ほとんど熟睡さ。ハーブティー効きすぎ。爪が伸びる時期は気持ちが抑えられなくなる。何の話ですか？迎えを呼ぶから家まで送ってやるよ。したくない。いえ、私が連れて帰るわ。足元に気をつけて。お二人は先にお風呂どうぞ。ありがとう。私まで泊まってよかったのか？どうした？何を恥ずかしがっている？いや、リゼちゃんたちとお泊まりできてよかったね。別によくないし。本当はみんなと会いたかったのよね。会いたくないし。シャルちゃん本当は楽しくないのね。楽しく。そこで何をしている？お前、覗き見に入ってきたというわけですか。そしたら迷惑。じゃあ起きません。覚悟してもらいます。まるでピクニックに来てる気分だね。こんな機会だから、みんなの心に秘めてることを聞きたいんだけど。これは好きな人を暴露する流れ。ちょっと待って、やだやだ、心の準備な。とびっきりの階段を教えて。恋をしたような瞳で言うな。停電。落ち着いてください、こんな時のために。よりによってろうそくか。15年ほど前、殺人事件があったんですって。ピチャリ。
ピチャリって何かが滴る音がして。何の音だろう。ゾバには愛犬がいた。ペロペロ手を舐めてくれた。何の音か調べに。首を切られた愛犬ベッドの下から恋人の女の子も。どうやら安心して熟睡できないらしい。さっきのは誰？キラクイーン！私を守るんだ！お父さん、落ち着いてください。